おはようさんと和也です。本日もよろしくお願いします。天外魔教第4の目白く、ペガスでやっていきます。前回はソルトレイクシティと言って、絵本の世界に入るっていうイベントをやったりと、その後に顔が人間で体が鶏っていう現象の村に行って、2つ並んでる村に行って、でそこのその現象が人間を改造してそういう感じになってたんです。ちょっとえぐいような感じとかですね、そこを、その機械を止めて解決しました。で最後にシカゴに行って、ドクターも倒すというとこまでやりました。で今回は、エデンの炎が6つ集まったんで、ソルトレイクシティにある開かずの扉を開けて、そのまま次に進む感じなのかな、ちょっと進行は分かんないですけど、そんな感じになると思います。ではやっていきましょう。モフさんとカズヤンアイスナウライブストリーミングレトロ、シャープ8エデンの炎が集まり開かずの扉開ける天外魔教大師の目白くペガサターンレトロゲーム。稼ぐ系はもうこれ放置で良さそう。で、やんなきゃいけないのは相変わらずこれ、寄付だね。はい、来た。これいつまでやれるんだろうね。わかんないです。もしかしたら別の建物開けたらなんかイベントが始まるのかもしれないです。いやそこまで調べてねえよ。どうして長いっすね。もう4回預けてるから次がいい年はすれば5回目のタイムになるか可能性だ。もしくはもう既に何かあるんだけどそれを見逃してるかのどっちかですね。もういいかな。もしかしたら後で調べるかもしれないです。でどうしよっか。金3000。か死なないっすよ。なんか買い替えても買っとくか。金あるの。もうあれだね。1のやつは買いに行かなくてもいいかもしれないです。こんだけで。けどなんとかなんじゃないですか。この辺欲しいけどね。サワール。これ上がるな。ああ、これ上がるじゃん。で、これは？あ、まあ絶対上がるんだけど、上がんねえの。エース、ユーの。連続攻撃力アップ。まあね、346のやつをとりあえずどうにかします。
宿代ぐらいを出しといた方がいいかもしれない。まあ、いっか。即ソルトレイクなんで。ゆめちゃんにヘアバンドを装着させる。どこにあった？ああ、ここでその他で、あれ、防御力上がるな。ゆめちゃん、防御力上げとかねえとね。あれ、どっかで一発で殺された記憶ある。結構大丈夫。マダムアピリ。必殺は簡単。忘れちゃった。スカイウォーカーで、ソルトレイクシティ、ミネソタのソルトレイクシティ。そうか、ここはあくまでまだミネトサヘ、ミネトタ、ミネソタ編ってことでいいか。扉に関してはここだけ解決する。他に行くとこねえ。さあ、どうなる。なんか都はどうたるって言ってたような気がある。都は現れたりする。階段。さらに奥にあった扉っぽい。お？こっち行けないね。上だけ行けんの。これもしかしてインディアンとかに繋がってんの？まさかの戦闘かよ。うわぁ、それは想定してなかったわ。ゲーム。ってことは、4武士いるってことか。なるほど。まさかの4武士イベントか。風と共にサリーヌもあるんだ。まず、まずっていうことなんですよ。え、どうしたん？姫ちゃんは、これまたいつも思うんで、攻撃力と、攻撃を下げると。19、ああ、全然大丈夫だよ。そっか、風とプロに下げる。フロードしてるせいですか。あーこれこうか。失礼。風と共に去りぬ。全体攻撃160。あ、良いね、良いね。いっぱい覚えたから、敵全体混乱ボスもこう。で、雷敵一体2倍ダメージ。ああ、強いね、雷神派。雷神派強いな、ここか。雷神派！ああ、強っ。いいね。めちゃくち
ゃ強くなる。防御を捨てて突撃する。万歳。これいっかじゃん。いけ。ああこのターンは攻撃にならねえんだ。そういうタイプ。当たった。わあ強っ。246。あこれでしばらくのターンもこれで持つって感じ。たり。風と共に去る。風と共に去る。雷神。雷神ハーフ。クイックイン。200当たる。当たる。うわぁ、前後めちゃくちゃ強いじゃねえかよ。うわ強っ。ああ、どうか防御やっぱ弱いね。一気に下がった。多分ガチで4武士って全部戦う可能性ある。うん、ジャンプ入ってる。死んだ。いやー四不審だね、これは間違いなく。まあ頑張りますか。竜の鱗ってのは何だっけ。竜の耳クソならなんだ。これが見逃してるだっか。
てます。全く減ってない。レベル上がったのか。竜の6、あれちょっと待って、竜の6イコール竜のミミクソンが素材なのか。ここかあったわ、竜の6に。あー素材なんだ。まあそうだね、敵倒して落としてるぐらいの。さあ青竜最後はスザッカ。正義の方、イメージ弱いよ。使っちゃった。レッドサン！レッドサン！イメージは変えたいんだけど、何だよ。
ルーレット。ミス。消えたか。おそらく一回戦闘が終わると回復するみたいな感じなんで、スカイウォーカーとか使った場合って戦闘中じゃないんで、その時点で減っているけど、その後で一回戦闘すれば回復する。もしかしたら MP は全部回復しないかもしれないけど、ある程度は回復してる。もう一回回復してるよね。お、来た。全長だった。じゃあ、万歳できるね。また行く。上に上がればいいのか。
え？ちょっと待って、なんだこれ。やっぱりわけわかんない。もしかしたら倒した後でなんかボタン押さねえダメなの？変わってないですけど。いや、やっぱ調べないとね。いや、このゲーム調べるの反応鈍いからもう気づかねえばやんで。じゃない。あ、来た来た来た。最初の人間、この都エデン、俺とユリワカとご主人様で作った楽園だから、天界にある楽園と同じ名前つけた。エデンの都ってこと？こいつとユリワカとご主人、天の火の勇者と言ってんの。花が咲いて鳥が鳴く美しい都でも、絶対神カルベに壊された。今から2000年前のこと、ってことはやっぱ次はカルベの可能性が高い。俺強い、俺負けない、だから俺とユリワカとご主人様でカルベやっつけた。絶対死んだった状態のカルベをやっつけた。俺アダム、2000年前の戦いで使った船、お前たちにやる。お、船？これもしかして空飛べるタイプ？船の名前ビマーナ。ビマーナ。お前たちに渡すためにずっと待ってた。2000年待ってた。だいぶ待ってくれたね。俺の役目もう終わり、やっと眠れる、やっと。お疲れ。さあ奥に行け。宝箱ミナウィークのため。
あ、魔法か。みんなウィーク。敵全体の攻撃力が下げる。いやー、ボス戦じゃ使わねえだろうね。一体しかいねえぞ。お、来た。これを操作する感じ。あ、セーブポイントがあるじゃないですか。よし、セーブしとくか。あれ？これ、ああ、これあれか。あれか、モンキさんのところで残そうって言ってた。断る理由はねえよな。よし、デトロイトに向かうぞ。ビマーナー
信させますか。ヘイライジン、一体どこに行くつもりだよ。カルベックとかいうやつのせっかくのご招待断るつもりか。ゆめの兄さんに会いたくねえの。強制だな。行こうぜライジン、敵の城を目の前にして逃げ出すのお前らしくねえぜ。様にあれだね、支配されてるね。地下なのかチェックしておきたいけど、ダンジョンじゃないことを祈る。ああよかった、ダンジョンじゃねえや、マッチだ。いいね、55止まっていくか。はい、モータウン、暗いね。あれかね、朝がやってこないタイプか。全体的に暗いもん。僕は死なない。カルベはこの町からいなくなって元の明るい町に戻るまで絶対に死なないんだ。いや、子供一人で住んでんのかよ。頼む、カルベ様に逆らわないでくれ。あの方の怒りに触れた俺たちは殺されちまうんだ、虫切らないで。追い先短い人生じゃ、わしの命はどうなってもよい。じゃあ、子供たちだけはわしらの宝なのじゃ。ちょっと待って。その前に、別荘のやつちょっとあらかじめ調べておきましょう。セントポールのやつは言ったよ。で、あれちょっと待って、そうだった。あれアリトもうやったね。確かやったはず、これ。だから、いいのか、とりあえず。条件かなりシビアだった。エデンの日もうなんかソルトレッドシティの、エデンのさっきのところに行けるようになってから、あそこのイベントクリアするまでの間だけ仲間になるっていう。廃業、廃業、魔物ハンターって廃業だ。どうせカルベに殺されるんだ。アクセク働くなんてバカ話。ああ、それ前んとこのやつクリアしてなかった。もうやんねえと思う。ちまちまとザコの魔物を倒してるさ。津波が迫ってるのに雨漏りのことを気にする、してるようなそんな気分になる。偉大なるカルベの力の前に俺たち魔物ハンターもいる。津波がやってくるぞ。ゾウに歯向かうアリ4匹、この奴らお前たちのことをそう言ってる。困難に立ち向かう勇気は認めよ。しかしそれも命は頑張れるぞ。
さっき来たばっかりでもう有名人なんかこう、羽とタオだけ、タンが40、羽20、全然これ金策に使えそう。何個も交換してるか。いっぱいあるやつってのはサファイアぐらいか。サファイアと渡すかじゃん。あー、そっか、さっきもらったやつ装備しないと。誰が装備できんだ。これか、ゆめちゃんだ。あれ上がんねえぞ。あ、上がるか。14上がるね。よし。ほんと、ゆめちゃんだけっぽいね。わしはもう十分生きた。死ぬことは怖くない。偉大なるカルベ。あいつに弱点はないよ。戦ってもだよ。マジか。いや、弱点はないと困るんですけど。攻撃が当たらねえとか、そういうタイプだけやめてほしい。お父さんもお母さんもカルベに殺された。そしていつか私たちも。いやもう、ここは単純に殺されるタイプだね。今までのところは、何らかしらあったよ。デブになるとか、なんか子供が犬になるとか、なんかそんなような感じだったけど、ここは単純に殺されるタイプ。暗黒兄弟戦ったらダメ。ただ破滅が待ってるだけ。まあ、死神のとこもそうだった。ホープの店。アルバイトマンシーです。うわ、たっけぇ。コンコン入ってますガチャ。こんにちは。いやー、たっけーなー。さて、ゆめちゃんのやつも、これ、2200いいね。で、これで、そっか、すげえコンビニが。天外魔境といえば金が足りなくなる。いや、このゲーム特殊ですね。素材を集めて、金策しないといけない。ない。これか。19上がる。いやー、ちょっと待って、全部買おうとしたら相当金かかんじゃねえか。まずこれだね。腹切り層。どんなネーミング ?GA 感。これ前後だ。前後だと4しか上がんねえな。4しか上がんねえな。しかも素早く下がるんだけど。これなくてもいいかもしれない。で、ゆめちゃんが、ここいくつ上がるかわかんねえな。攻撃力が5上がってる。リエイスが、あ、これ上がるね。これ上がるわ。じゃあ、ちょっと待って。いらねえな、これだけか。うん、すごい下がるもん。
5000、12000、17000だ。17000もかかんのかよ。いえな。これどうげや。いや、これも落ちんだけどね。一切金策とかしてないからね。そりゃっとくなるよ。17000と8個、8個交換します。CQ ハンター。まあ全然交換してないから。大山名道剣から腹切りソードに変わったからネーミングダッセーなあれでしたまあ死にたくないと、まあ死にたくないのじゃ、せめて孫の花嫁姿。松瀬のおじいちゃん、今相手探してるからね、だから長生きしようね。手を探してるって。花嫁姿、なるほどね。今の俺死んでるのと同じさ。こうして毎日ビキビキしながら家に閉じこもってるだけだ。
あなたは怖くないの？偉大なるカルビは暗黒教団でも最強の男と言われてるの。それでも戦えるのどうして？最強じゃないでしょ。だってまだ結構いるぜ、残ってるぜ。最強だったら倒せないっていうあれになるかもしれないけど、僕泣かないよ。早く大きくなって戦うんだ。負けっぱなしだけ安すぎる。不憫な子じゃ、こんな町に生まれたばっかりに魔物を倒すことしか考えようになった。本当だよ、もっとちゃんとしたとこに生まれてるな。上、うわ、来た。本人が浮き上がった。ようこそ我が城へ。まずは挨拶代わりにこの私の力を見せてやろう。挨拶が、うわ、すごい。いきなり家ごと吹っ飛ばしやがってる。うわあ、道具や。おいおい。ねえ、さっき買っといてよかったわ。思い知ったかね、この私の力を。さ、ゲームを始めよう。え、これやる？お前たちの探しているサムは、この城の最上階だ。最上階。もし私の体に傷一つでもつけることができたら、サムは返してやろう。私は手加減はしない。お前たちも死を恐れずに全力で向かってこい。では最上階で待っているぞ。私を失望させないでくれたまえ。探索してからにしましょう。アコート覚えとかないな。敵も、この辺の敵も戦っておきたい。わあった、オーラって。困った人助けるのは当然のこと。でもあの叫び声なんとかならないか。作物を持つこと。あ、来たね。宿屋あるんだ。死ぬんだ死ぬんだ。みんな偉大なるカルビに殺されるんだ。俺もお前もみんな死ぬんだ。絶望感味わってるね。まあ、あの家ごと壊されてるぐらい。私たちデトロイトから逃げてきたの。あそこは今大変でした。うちの人もストレスでちょっと変になっちゃったし。あ、さっきの上にいたやつか。さあ、高い鎧買って防御力を上げる。戦士たちの立ち並みの一つじゃ。デトロイト、それにも限界はあるじゃろう。そこでこの魔法じゃ、ミナハードは精霊の力で全員の防御力を上げるのでさあ受け取るがよい。2体ぐらいで戦った。
ヘビがね。せやせや止まるだろうから。敵前に全力パス。風と共に去る。暗闇に積まれた方がいいじゃないですか。いいじゃないですか。いいね。暗闇が効いてるね。どうするか、全体を。大進化。万歳。万歳。2000か、弱いね。3体出て3000。まとめって感じ。これしかいけないっぽいな。いや、いけるか。いける。あら、町がある。インディアンの町だ。夜に来ちゃった。ここはインディアナポリス。来た。インディアナポリスだ。僕たちインディアンの町だ。お兄ちゃんたち、有能お姉ちゃんの知り合いでしょ。お姉ちゃんはここで修行してるよ。でも修行が終わるまで会いたくないって、そう言ってて。だから当選だぞ。ここは、いけねえんだ。ここは Google マップで、上にありました、ね。実在するんです。じゃあもう先にデトロイト行けって感じかな。言うのはもしかしたらそこで再会するのか。ただ今仲間4人いるから、まあ仲間にならないだろう。これで行きましょう。違うんでしょ。またこいつとは風と共に去る。全体攻撃もう一回使ってみようか。敵全体攻撃。アリの俳優のアリの回復。ああ、ダメージもある。いや、これだいぶ戦闘楽になった。レベル上がっちゃうよ、TP 回復。
もう38なのに、あと何体いんだろう。あ、オッケー。で、1、2、3、4、5、6。6体か7体ぐらいしか倒してないんで、まあ、あと半分ぐらいです。4、5、6、7。まあ、ってことはあと5体はいる。広いのかな。洋館も。できるだろう。これ人だ。アメリカ今強いリーダー求めてる。そう、カルベスの。あれもしかして戦闘ねえの？戦闘ねえとありがてんの。カルベさんがいずれこの国の王になられるのか、そんな素晴らしいお方に国王していけなくて身に余る光栄です。いやー、洗脳されてるね。力、知性、気品、そのすべてをお持ちなのカルベ様だけ。そっちから行けと。扉もある、ね。そこで先に宝と。ムーンライト。なんかそういう出た。まさかのそれによると。前後っぽいのね。ああ、はいはい。さっきの街に売ってたやつ。ああ、買わなくてよかったね。買わなくてよかった。出たんだな、装備させる。カルベ様はいずれこの国の王になられるか、そんな素晴らしいお方にご奉仕できないと。もしかしてって。いや、同じこと言って。うわぁ、白銀の剣出た。いったん売ればいいよ。エッジソードっつってる。うわ、上がんのかよ。さっき買ったばっかの。まさかの上がるし。同じことを言うように洗脳されてる。同じことしか言わないけど。邪魔。ついたかな。うわー、すごいとこ来た。全然それあれだね、雰囲気か。おおほほほほ、はいはいはい。やめ。
どうしたんだ？俺の中で何かが生まれようとしてるんだ。もうじきこの男を完全に支配できる。なるほど。誰かが乗っ取ろうとして待ってたぞ、夢見。おお、お前たちの勇気は認めてやろう。だが私とのゲームに運は存在しない。圧倒的な力のみが勝利する。そしてそれが正義なのだ。そのことを教えるため、お前たちが負けた場合、デトロイトの街は破壊される。うわぁ、マジか。負けイベントじゃなきゃいいけど。闇の壁、カルビは絶対無敵の防御壁と思います。もうこれ大丈夫だよ。闇の壁、もしかしてこれで当たんねえって言ってんの。うわ、いった。いや、減りすぎだろ。絶対負けイベントじゃねえよ。対戦者は継続だね。レッドさん、540、無理だよ。完全に死にイベントじゃねえか。せめてもう一回抵抗したいんだけど。属性が効くとかね。はい、ダメ。いや、もう死に、完全なら死にイベント。強い。俺と共に去る。無理だよ。惜しかったな。敵を撤退させる。聖なる祈り。見よう、とこりゃそう。ポトンって何やろ。何しろこんだよな。100% クリティカルじゃねえか。うん、このゲームはな、これは技を使って楽しんで。はい。ライデン。ライデンさん。
やらないな、早くやらないな。敗走した。所詮力なき者にこの世界を救うことなどできん。力なき正義は悲劇である。結構デトロイトはやられちゃった。お、言うのじゃ。雷神、しっかりしろ、雷神。やっぱりインディアナポリスにいた。ここは心配ない。ここはインディアンの町、インディアナポリス。くせ、俺たちあのカルベってやつにやられて。カルベの力、まやかしの力、三つの宝がない限り、奴には勝てない。教えてくれ、ユノ。その宝ってのは。教えたらお前たち探しに行く。お前たちの怪我、まだ完全に治ってない。鍵閉めておく。治るまでここから出てはいけない。元気になれ、大地。いや、やだよ、止まれば解決する。おぉ、来た、有能だ。お姉ちゃんまさかの有能操作か。どうした？お姉ちゃん、大酋長様が呼んでるよ。大酋長様。わかった、すぐ行く。あー、まさかの有能操作になったね。そういうことだ。みんなし。大酋長のテントは町の真ん中で、マスクは忘れたわけじゃないので、さあ早く行った方がいい。せーぜぜ、防御マンだ。これしか売ってねえよ。ああ、これ欲しいね。攻撃防御の素早さ全部あるんだ。ああ、これ有能だね。有能だけに。最後の修行は自分自身との戦いで心を研ぎ澄まして戦いに沿う。マジでソロで行くのかよ。いや、ソロはきつくね。そう。ああ、でもまあ、魔法は使えるから回復ができるのか。頑張ってくれるのも、この病んだ国を救えるのはお前だけど。この町には魔法の種が2つあるが、どっちも戦いに必要な魔法をあなたももらったくれんの。魔物気をつけろ。私が大きくなったら観光ガイドになって、この町の良さをみんなに教えてあげる。例えばこんな。ここはインディアナポリス、偉大なるインディアの聖地です。お姉ちゃん、いい感じでしょ。いよいよ最後の試練だね。頑張った姉ちゃん。進行してんだね、試練したよ。
それぞれが魔力を持っている。本来であれば、おとなしい動物もこの魔の力によって凶暴化しているのじゃ。アキバスは魔物を持つ魔力を吸い取り、自分たちの能力、つまり TP に変えるという便利な魔法じゃ。風が騒いでいる。何か邪悪なものが生まれようとしているんだ。大州長さんが言ってたよ。言うのは過去100年間で最も見込みある選手だ。大州長様って一体何歳なのかしら。確かに。奥義に頼りすぎてはいかんぞ。失敗するリスクを負わねばならぬ上に、何より敵との相性を。そこでこのミナパワーの魔法じゃ、成功率 100% で全員の攻撃を上げる、ね。効果はしばらくの間続くから、その後は何も考えずに殴るのに、使うときはこのわしに感謝することが必要。いうのは選手としてまた一回り成長したように見える。頑張って修行してる。じゃあ成長の家行こっか。いうの女の身でよくぞこれまでの修行に耐えてきたな。いうの女じゃない、ユーノ戦士。そうであったな、ユーノ。女である前にお前は戦士であったな。では戦士ユーノに命ずる。蛇の穴を抜け、虹の道を越え、神獣の玉を取ってこい。神獣の玉、これが最後の試練じゃ。わかった、大州長。ユウノ、神獣の玉、取ってくる。わしはここでお前を見守っていよう。願わくば偉大なる精霊が日の出をもたらさんことを。いや、せめて前後は連れてった方がいいんじゃない。怪我しててもいい。いやー、まさかのそうだよ。いやー、ガリバーの時に、ガリバーボーイの時にひどい目にあったからな、すごいけど。いいか、ユーノ。蛇の穴では決して後ろを振り向いてはならぬぞ。後ろを振り向いてはならぬと。だから戻っちゃダメと。なんかいいっす。うわ、お前かよ。スカウルスじゃねえけど。ゲーだろ。下げて、どっか、あ、全然大丈夫。よかったよかった、全然大丈夫。いや、全然ガリバーボーイとは違う。ライト目はマジでひどかった。ボスが本当、ボスが本当にふっくら。そう。回復薬ミシティしかいねえ。
後ろ向かなきゃいけない。行きたくなるな。向いちゃった。興味津々に笑って。おろくの。好奇心に追われてしまった。え？うっかりすぎる WW。これ戻らされんのかな。だよねぇ。最低。そんなこったらと思って。戦わなくてもいけんの？戦う必要はねえの。血を通ったとこいい。から敵は変わるのか。一緒じゃん。ねえ、さっきの大酋長に怒られたんか。単純に。
カーウルフしか意味がない。助けて、来るに言うの、来るに助けて、助けて。ライジン、どこにいるんだ。お前の後ろ。出たね、誘惑。こう絶対後ろ向いちゃダメだな。これはムクシか WW 見たらまた怒られるよ。ついたっぽい。なんか中間地点がね。なんでこんなとこにいるんだよ。井村屋のピザ肉を一口食べたら気分は陽気なイタリア。おっとついてからですか。たっけえな、相変わらず。これ集合まで行ったら5000とか平気で買えるようになるのかね。とっても高いけど。1年放置すればラスベガスで金もらえるけど。口座に振り込まれて。いいと。恐れるな、ユーノよ。虹の道へと踏み出せ。どう？虹の道。これが虹の道。さっきの穴を通って虹の道を通ってあれだよね、目的地って言ってた。まあボスはいるんだけど、さすがにいる。ついたか。すぐゲット。待て、ユーノ。お前がその玉を手にする資格があるか、今から試してやろう。まあやっぱりさ、来た、ユーノ自身か。さあ勝て、自分自身の幻影に。確かに言ってた。いや、そっちが魔法を使ってこなきゃいけないな。49だ。うえぇ。うえぇよ。うえぇ、さめ。デュラル、疑問符。どっかエルデンリングとかに行くのやつ来た。これ痛えな。なんかいいのねえかな。これか、これは使った方がいい。こんな使える。これ以上下げてる状態でこんな食らうの。全人の太鼓。いやー、いってえ。いや、これちょっと待って、これ魔法消えたら倒せねえぞ。
強さを想定してなかったな。あーでも100万でいってるな。海水流を使おう。敵が引っ張りでも大地の術です。大地の響き。あー当たる当たる。うわーすげえわこれ。よかった、ゴリ押しでいけて。の魔物を飼いならすことできた。奥義先進購入を習得しました。これ強そうだね。いつまでこんな狭い部屋に閉じ込めておくつもりなんだよ。俺たちすっかり回復してんのによ。いや、その仲間4人いたら仲間にならねえだろ。誰か離脱すんの。元気になったか、雷神。おい、ユーノ、俺様のことは心配してくれねえのかよ。見ただけでわかる。エースはいつも元気だ。さあ、行くぞ。お前たちの空飛ぶ船、町に運んでおいた。あれ、この2位もいるんだぞ。ユーノが仲間いくらあるんですよ。ってことは、ユーノは今サブキャラ扱いってことか。あの、雷神というのは合体をゲッターを習得しました。エースというのは合体奥義、明日に向かって腕を習得しました。ゲッターヘッドめちゃくちゃ強かったイメージ。俺たちに明日はないを習得しました。いねえな、やっぱ。なんとかまだサブキャラ扱いと。まあ、これでカルベンとか行け。もしかしてこれでもう自由に飛べる？なあユノ、どうやったらあのカルベを倒せるんだ？大衆長教えてくれた。マナの壺、アーロンの剣、炎の石板、これがカルベの力を封じる3つの宝。ああ、これ集めないといけない。マナの壺、雷神、もう持ってる。うん、だからあと2つ、アーロンの剣と炎の石板探す。アーロンさん、なんで大衆長がそんなこと知ってんだよ。偉大なるカルベ、2000年前にアメリカを襲った絶対神、それを倒したのがインディアンの神、
ユリワカ様。うん。そういや、あのアダムとかいうやつもそんなこと言ってたな。ユリワカとアダムとご主人様がカルベを倒したって。ご主人様ってのは誰なんだろうな。うん。ユーノ、わからない。ま、手がかりは何にもねえけどよ。俺たちにはこの空飛ぶ船がある。こいつを使って宝探しだ。来た。いやー、ついに来たね、空の旅。ってことはここはまず行けないよ。いや、これもしかして全国を旅してあれか、探せっつってる。こっちはモンタナだからこっちは行ってるね。ここは行ってないね、アトランタ。アトランタも行けるって。気になってんのはインディアンの関連のところで、ここでもしかしたら1枚目になる可能性。苦しいよ、ユミさん。どこなの、兄さん。お前に会いたい、ユミさん。私ここよ、こっち向いて、兄さん。夢に会いたかったよ。また夢を見たのか。どこ行くつもりだよ。ああ、夢見ひざつだこれ。なるほど、消えてしまったでござる。サネト、サネトモ様に報告します。ついに、ついに夢見を捕らえました。 TV マン、お手柄です、ティービーマン。では、後のことはドラクロアに任せなさい。うん、どっちも戦ってない。お言葉ですが、サネトモ様、あの娘、ぜひ、ぜひこのティービーマンに。あなたにはもっと大切な仕事があります。火の一族たちを倒す大切な仕事が。奴らの弱点は心の弱さです。牙を持った魔物は倒せても、ナイフを持った子供は倒せないはず。それは期待しておりますよ。かしこまりました。4万ゴールド的な。あー、金がねえとダメなんだ。いやー、4万ゴールドきちいなぁ。金作さえ詰めばめちゃくちゃ強くなる。俺たちに明日はない。全防御ゼロ。
防御を捨てて交戦というか、前後の万歳と一緒。しかし、このディスク1になる可能性。やはり。めんどくせえ。どっちかし。的にはドラクロアがいるとこ先に行けってことだった。カルベはまだ無理だった。ただまあ気になってんのはここなんだよ。このエデンの方も集めたら来いよってすと。で、この辺から行ってみようか。武器がどうとって言ってたから、もしかしたら武器はもらえんの。やったな。カニーじゃん。あ、来た。よし。来た。あー、来たね、やっぱり。装備が手に入るんだ。鎧が、誰だろう。雷神だね。2しか上がんねえじゃねえか。弱。いや、ちょっと待って、もう2はねえよな。いくらなんでも。もうちょい化けろよ。わざわざディスク1に変えてんのね。全部のとこに一個ずつあったんだっけな。それもちょっと覚えてないんです。あれ？あった。ああ、8上がるね。では、攻撃力下がるね。回復魔法の力が下がる。下にこっちは行けないの。相変わらず。あ、行けるんだ。どこだ。ラシモは。ミネスタのとこだ。
なるほど、一度行ったところは行けるようになってる。ああ、じゃあディスク2で行ってもよかった。まあ、もしかしたらそこ行った時点でディスク1になる可能性あるけど。ちょっと会話だけしても、あの集中のところだけ。いきなりディスク2にならんねん。ああ、余計なことやっちまったよ。いやー、なるほど、すごい感情。来てるよ。これ乗った時点でディスク1か。さっき開けたよ。これ系じゃねえとかなり面倒くさい。ここでディスク1でしょ。あれ？ディスク1にならねえんだ。いや、よくわかんねえな、条件が。こっち行っちゃおうか。あれかな？ラスベガスだった。の下かな。うん。武器でいいんだよ。下がんのかい。いや、白銀の剣のが強えのかよ。いや、ポンコツすぎだろ、この装備。なんだよ、最強シリーズじゃねえんだよ。行ったとっか、サンフランシスコって。そっちだったか。ここだね。ここはちょっとあるかどうか、うろ覚え。ただディスク1にはならなかったか。よかった。
いやこう見ると本当当時のゲームは不便だったんだなってのはよくわかるよ。あガリバーはよく意識効果少なくできるように作ったね。回復魔法の力がある。ああ、いいね。何人が装備できんのか。じゃあ、いいもん。ちょっとせっかくディスク1なんでサンフランシスコ打ってきます。あれ開催点買ってる。スパイオーク君とウッドついてくるんだ。さすがにそうだってほしい。ああついてる。
しか売ってないのめんどくさいな。行けるとこどんぐらいあるか空飛んで確認してみよう。どっちかがどっかにドラクロアがいて、どっかに EB もいて、カルビはどこにいるのかわかんないね。デトロイト滅びたから、デトロイト普通に入れんのか、この辺行ってみないと分かんない。まあ、もう今行く必要ないか。ソルトレイク、テキサス、ミネソタ、さっき。確かねえな、ルイジアナ、ここも行ってねえよ。あ、ニューオリンズってあれじゃない、最初の村じゃん。オープニングのところ。メキシコ。アリゾナ。テルデナ。これ全部。ディズニーバージョンのニューヨ
過去の記憶が蘇ってる感じですね。オープニングここにもエデンの日あったのか。そう。これで本格的にこの問題だと。ちょっと敵はいたけど。私の名を覚えておきなさい。私の名は実朝。死体やられたんだ。ついに闇の封印は解かれました。6年後、この世に大いなる災いが起こります。暗黒の時代が始まるのです。こっちだ、早く逃げろ。雷神さん、ハンターの鉄則その4、決して諦めるな。死ぬまで。どうなされた、雷神殿。思い出していた、昔のことを。
BGM いいな、これ。あ、ハルちゃん。解放できんの？ないよ。残念。わからない。鍵がかかっています。マジか、後で来るのか。最初のとこってどうやって戻るんだろう。下行けん。こうか。ああ。ちなみにこっちは洋館があった。洋館も燃えてなくなってる。武器だったの。20万だったよ。ビッグガン上がるね。ワープズボン。これ攻撃を下がるのか。どうせエースの攻撃力なんて役に立ってないから。ここだけ入れるの。あ、家あんじゃん。だけなんか残ってる。ちょっと待って、だから取り残しないかな。なさそうだね。うん。しかしドロップローかもしれない。セーブポイント。住んでんだ。
広いね。特に何もなさそうな。言ってないよ。ところぐらいまでにしていたんですけど、ちょっと待って、北の村ってのは、ルイジアナは忘れられた土地、人もほとんど住んでおらん。つい6年ほど前はニューオリンズの町もエレンの日を奪った聖地として栄えておった。うん、6年前スカーウルフという名の男はこの村を訪ねた。神の子を守ると言ってニューオリンズに向かっておった。なかなかの男前だったが、だって今を脅してる。残念、死んじゃったんですよ、スカーウルフ。人の敵のヒットポイントを奪うことや味方のヒットポイントを守ることや、うん、かやめはやめの回復が肝心じゃぞ。来た、300回。ほぼベーコン、もっといろんなとこ行けんのかなと思ったら、そんでもなく空飛べてる。アトランタ戦勝、メンフィス、不正の村、どっから行くのか、マジナイバー。テレビに夢中。でもそれ間違ってる。TV マンっぽいな。テレビの知識。本当の体験ではきっとみんなどんどん頭でっかちになって知ったかぶりになってくる。
今だとここしか行くとこねえよ。おじいちゃん考え方が古いのよ。テレビは水や空気みたいに人間にとって必要なものだ。いつか白人になって思う存分テレビを見てやる。このゲームの ないじゃなければ必要なものだけど。素早く上げれば敵に先んじて攻撃を与えることができ、ミーチューいつもからさらにやってるところは逃げやすくなる。素早く上げるか。味方全員のスライスを上げると。5点になってきた。僕の敵に3体いるから3000くらい。これ怪しい。一緒だ。やっぱギルドで対象を受けておかないとダメっぽい。200もあったのに。
メンフィス、アトランタとメンフィスとマジナイボード。可愛い子供たちを殺害するイカれた野郎がいるんだ。7000ドル払いをやっちゃってくれないか。アトランタを出たら北西に住むんだ。行け。坂のギルドと同じだ。昔ここに夢見っていう名前の女の子がいてね、孤児院で子供たちの世話してる。夢見学校に住んでた。笑顔の素敵な女の子だった。でも、街が魔物に襲われてるなぁ、俺思うんだけど。あの子の笑顔が素敵だったの。それだけたくさんの悲しみを背負って生きてきたかもしれない。僕、ニューオリジンズで育ったんだ。あの頃、街に楽しいお兄ちゃんがいてね、すごく面白いギャグを教えてくれたんだ。もう、ふふふさんで面白いでしょ。辛い時や苦しい時にこの言葉を思い出して頑張ってるんだ。あのお兄ちゃんどうしてるの？つけたんだっけ。ここだけは見え。 BGM めちゃくちゃいいな。メンフィスは古代エジプトで住みやすい場所っていう意味なんだ。魔物に襲われまではそうだった。今では思い出しか残っていない抜け殻のような街。なんかあとであんのかな。いやーちょっと待って、通れねえよ。最低なんだけどこれ。よし。いや狭すぎだろこの街。もう通れねえよ。倒しちゃおうか。
探しとってみて。お母さんが TB マスク買ってくれないんだ。持ってないとみんなにいじめられる。そうなんだ。今はティムって子がいじめられてるから助かってるけど、持ってないことがバレたら僕がいじめられるんだ。どうしよう。見えない絵と聞こえない声は世界の南東より発せられる。世界の南東か。人々の心、人々の心を狂わすために。何言ってんのか相変わらずわかんねえな。南東つってんの、ここのこと言ってんのか。この地域のフロリダ。確かにフロリダは南東だね。宿に泊まって討伐して、リアルに泊まる。さすがにあれだと思うんだけせいかわかんないって。ボスと同じ感じで。
あとで、アーカイブ見返して。はい、いいとこ。もしかして、こっちにいる可能性早速来た。さあみんな、いい子にしてたかな。僕の名前は TV マン。おや、新しいお友達だね。さあ一緒に歌おうよ。ミュージックスタート。まさかの歌が始まった。2番あんのかな。そこの君、手拍子しくじったね。そういう悪い子はこのリモコンでピーしちゃうぞ。なに消えんだ。あー、これゆめちゃんにもやってたやつ。はいはい、それやると消えちゃうんだ。アトランタへようこそ。ここは今世紀最大の発明、テレビはないと。臨時ニュースです。普通に歌ってる。凶悪なテロリスト、ライジンとその仲間たちがすごいですよ。新しいアトランタに向かっているとの情報が寄せられました。彼らは暗黒教団に逆らう大バカ者で、弱いくせに装備だけは一人前。近いうちに我らが TV マンにやっつけられることは目に見えておりますが、万が一のことを考え、夜間の戸締まりは厳重にお願いいたします。雷神関係の情報は続報が届き次第お知らせいたします。次のニュースです。偉大なる我らが指導者カルベ様の演説によりますと、ニューヨークに建設中の大暗黒神殿が間もなく完成するとのありがたいお言葉をいただきました。いや、最近暗いニュースが多かったので、これは久々のグッドニュースですね。そうですね。それではコマーシャル。TV マンからのお知らせだよ。新発売の TV マスク、まあみんな持ってるよね。あ、持ってないの？流行に遅れちゃうぞ。かぶれば君も TV マン。 TV マスク絶賛発売中。ビビジョンの牢屋に転送される。それでは名曲アルバムのコーナーです。日々のない生活をしなきゃダメなんだ。アトランタにお住まいのオーストラリア人広い王子様からのリクエストで、暗黒だよおっかさん。歌はもちろん TV マンです。これ当時はきついね。それそれもあれだね。人は心に TV たくさんの傷を作って
生きていく。これかもしかして流れてる。でもね、おっかさん、分かっちゃいるけど、分かっちゃいるけど、泣きたい夜もあるんです。いつもね、久しぶりね、あなた変わってないのね。思い出の場所で懐かしいレコード聴きながら、同じ言葉、同じ仕草、同じ優しさ。誰で切り替わっちゃう？したかった。ニュースフラッシュ。ニュース、臨時ニュースです。凶悪なテロリスト雷神とその仲間たちがここアトランタに向かっているとの情報が寄せられました。彼らは暗黒教団に逆らう大バカ者で、弱いくせに装備だけは一人前。近いうちに我らが TV マンにやっつけられることは目に見えておりますが、万が一のことを考え夜間の戸締まりは厳重にお願いいたします。雷神関係の情報は続報が届き次第お知らせいたします。次のニュースです。偉大なる我らが指導者カルベ様の演説によりますと、ニューヨークに建設中の大暗黒神殿が間もなく完成するとのありがたいお言葉をいただきました。いや、最近暗いニュースが多かったので、これは久々のグッドニュースですね。そうですね。それではコマーシャル。やあ、みんないい子にしてるかい？ TV マンからのお知らせだよ。新発売の TV マスク、まあみんな持ってるよね。あ、持ってないの？流行に遅れちゃうぞ。かぶれば君も TV マン。 TV マスク絶賛発売中。それでは名曲アルバムのコーナーです。本日はアトランタにお住まいのオーストラリア人ヒロイ王子様からのリクエストで暗黒だよ。ヒロイ王子って言ってるし、歌はもちろんTV マンです。人は心にたくさんの傷を作って生きてゆくもの。でもね、おっかさん、分かっちゃいるけど、分かっちゃいるけど、泣きたい夜もあるんです。久しぶりね、あなた変わってないのね。思い出の場所で二人懐かしいレコード聴きながら、同じ言葉、
すべてを覆う暗黒の闇。そうよ、おっかさん。そうよ、おっかさん。あたしが生まれる前の闇。戻ったね。ニュースフラッシュ。じゃあ家の中に人の話して終わるか。いきなりなんかそれっぽい家。大丈夫か。お前暗黒教団の信者か。いい。それじゃあ今から言うことをメモしろ。来た。うわーマジか、こんななんだ。だけなっぽいね。いや大変だね。ちょっと4つ失敗、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 TV マンのこと好きか。いい、マジかよ、またあんの。あーこれさっきの組み合わせんのか。なるほど、愛知族なんとなく理解したシチュエーション順に話すと、あな、そうすると、お前が、もし、火の一族、火の一族なら、うちのじいさん、低俗の低俗かと文句言いながらさっきからずっと見続けておりました。まあ、わしも嫌いではない。うん、くだらない。近頃低俗の番組が増えた。なんか家の中は家の中で違うこと喋ってる。TV も。
ほらほら、勉強なんかしないで、つって。たぶん、ループしてるだけだと。ニュースフラッシュ。臨時ニュースです。だから僕何でも知ってるよ。遠い国のことも珍しい動物のこと、暗黒教団ありがたい教えのこと、だってテレビで見たと。話しかけないで、今面白いところ。テレビがあって初めて一家の団らんを整理するものなんだ。一が年版なのすべて TV マン様のおかげで。家の中って何か音が鳴ってないと寂しいね。やっぱテレビは最高の BGM だ。レジスタンスみたいなことはあるのか。右から3番目。支配されたこの街を救うためにね。まさかマグここでも出てくるんだ。まだアラモの修理が終わらないからちょっと不安だったけど、君が来てくれたから100人力だよ。頑張ろう雷神。僕ら太陽十字軍も協力するよ。ステータスってことか、ギルドか。 TV マンはこの町の奥にある TV 城に住んでいます。でもあそこには警備が厳重厳重で、この町に住むブラウン博士はテレビを発明した科学者なんです。彼が協力してくれれば戦いの役員なんですが、どうしても会ってくれないんです。テレビは新しい貴族と新しい奴隷を作る、つまり有名人と無名人。コマーシャルは新しい部位を作る、つまり流行だ。だからみんな流行に乗り遅れないと必死になってテレビを見ている。なんで？ちげった。カツオ節よろ。タントウネ。タントウネ。1個しかねえ。ちょっと何個か交換しとこうか。誰だ、全豪かな、カツオ節。まあ、今日はまず情報収集、我々もたくさんの情報を集めて皆さんの役に立つ。俺たち謎の行商人、名前はテイです。デトロイト生まれの36歳独身、隣にいるのが兄貴のアリスで、年齢は
喋っちゃった。全然謎の人物にいない。どういう扱い？バスケスグー。足か。大臣は下がる、ユーノは上がる、エースは下がる、前後は上がる。か、前後攻撃も下がるのか。どうしよっかね。総資6000だった。あ、いや、いいの見つけたね。カニ座の A 型で包容力のあるという。あ、買い物終わっちゃった。カニ座の A 型はあれです、モフさんです。俺たち謎の教室に名前アリス、デトロイト生まれの38歳独身。前に言うのは弟のペースで年齢は36歳。で、いっちゃびっちまった、全然。こっちはこっちで違うのか。うわぁ、そう。いや、そこ上がるし。マジかよ。もう変わんのかよ。いやぁ、6000のやつだ。伝説の装備のこれに売れるんだよ。これとユーノは下がるんだ。ユーノは下がる。日の字ソード持ってた。ビリビリなんだ。下がる。偶像の衣装。下がる。下がるじゃね。ほら上がるんだ。なるほどね。そもそもこの辺が使えねえって言いたいな。ドラクラはさっきかと思った。お、なんか始まった。おい見ろよ、こいつ TV マスクつけてないぞ。イエーイ、流行くれ。イエーイ、田舎もん。イエーイ、貧乏。貧乏じゃないもん。悔しかったら買ってもらえよ TV マスク。貧乏だから無理だよな。
ったく、なんでガキどもだ、寄ってたかったよ。大丈夫か、ボス。ありがとう。さあ、早く家に帰んな。ねえ、お兄ちゃん、うちにおいでよ。一緒にテレビ見ようよ。なあなあ、悪いけど興味ないな。僕のお父さん、科学者なんだ。だから、いろんなテレビがあるんだよ。科学者？ブラウン博士か？ああ、知ってるんだ。そうだよ、お父さんの名前はビル・ブラウン。僕の名前はティム・ブラウンさ。よし、行こうぜ、ティム。急に興味が湧いてきたぜ。オッケー、案内するよ。勝手に言ってる。お父さん、ただいま。おお、ティム、おかえり。あのね、さっき僕いじめっ子にやられてたんだけど、このお兄ちゃんたちが助けてくれたんだ。それはありがとうございます。何せ息子のティムは私の最高傑作ですからね。発明品みたいな言い方してろ。発明品といえば、私の作った新型テレビを見てみませんか。いやいや、単に自慢したいだけなんですが。新型テレビ、興味あるって言ってたよね。見ようよ、見ようよ。ああ、ではこちらへどうぞ。大丈夫かな、ロンテレビの時みたいにならねえや。これは合体テレビ。重ねると画面が大きくなるのが特徴ですが、それなら大画面テレビを買った方がよっぽど安上がりなんで、現在その辺を改良中です。合体テレビ。これは立体テレビ。覗き込むと絵が飛び出します。まあしかし一人でしか見られないのが欠点ですね。これは匂い付きテレビ。料理番組などを見るのにはいいんですが、スポーツ中継、特に相撲などを見てしまうと汗臭さが部屋中に充満してしまうので不評でした。これは反転テレビ。画面を裏返すと文字通り裏番組が見られるんですが、それならチャンネルを変えた方がはるかに楽だということで、まだ実用には至っておりません。そういうことか。ということで説明は終わりです。何か質問はありませんか。博士があの TV マンを発明したでござるか。いえ、とんでもない。 TV マン様は人類の科学力を超えたところに存在していらっしゃいます。むしろ我々が TV マン様のお体を真似してテレビを発明したというのが正直なところです。申し訳ないんですが、私まだ仕事が残っておりますので、これで失礼させていただきます。あの寝室は左の部屋にありますので、お休みになりたいときはどうぞご自由に。なにこれ、こうなったらなんかイベント発生するんじゃねえの。普通に俺やぜやに来たかった。
うわ、出してくんねえパターンだ。帰っちゃうの？今日はうちに泊まってってよ。絶対イベント発生するんじゃねえよ、これ。こっちは子供の部屋。あ、セーブポイントある。いや、これ終わるか。多分これ止まったら次のイベント発生しちゃう。では、このままやりたいと思います。次回は、TV 万円続きやっていきたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。